それではただいまから知事の定例記者会見を開催いたします。はじめに知事からお話をさせていただきます。はい、定例の記者会見を始めさせていただきます。私からは2点お話をさせていただきます。1点目は新型コロナウイルス感染症についてです。現下の感染状況、感染拡大防止、そして今後に向けた動きについて説明をさせていただきます。はじめに道内の感染状況についてです。本日の新規感染者数は17人となってます。そのうち札幌市と旭川市で15人を占めるという状況になってます。旭川市においては感染確認が継続をしてます。また札幌市内の医療施設における大規模な集団感染の影響によりまして、全道の新規感染者数が押し上げられているという状況にあります。こうした集団感染などに対して現在関係者が一丸となって感染の抑え込みに当たっています。まず旭川市でありますが、これまで道の医師と保健師のほかに国立感染症研究所の専門家を派遣をいたしまして対策に取り組んでまいりました。その中で分かったことといたしましては、8月の感染拡大期に起こった集団感染などが10月になっても完全には抑え込まれておらず、その感染がその後福祉施設や繁華街の飲食店などに広がった可能性が指摘をされました。こうした分析結果を踏まえまして、現在幅広く感染経路の把握や濃厚接触者を特定する、これを進めますとともに、飲食店のみならずすべての市民の皆様への注意喚起、またワクチン接種促進に向けて取り組んでいるところであります。また札幌市ですが、医療施設の集団感染の徹底した抑え込みに取り組むとともに、他の医療施設における感染予防策の徹底、これを図っているところであります。旭川市、札幌市のみならず他の地域においても注意が必要であります。本道では気温が日ごとに低下しております。屋内での活動が増えてまいります。今後忘年会などさらに社会経済活動が活発になってきます。感染リスクが高まる時期を迎えまして、基本的な感染防止行動の実践が引き続き重要となります。3密の回避、マスクの着用、手指消毒、屋内での換気、改めて感染防止行動の実践をお願いをいたします。また飲食の場面、特にリスクが高くなります。これから忘年会なども増えてくると思います。認証店など感染防止が徹底をしているお店をお皆様には選んでいただいて、短時間で大声を出さず深酒をせず、会話の時にはマスクの着用をお願いいたします。本日国の基本的対処方針が全面的に改定されるという状況にあります。医療の逼迫状況をより重視をした新たなレベル分類に基づく対策の内容、そして飲食やイベント、移動の場面における制限緩和の考え方などが示されたところであります。道としてはこの基本的対処方針を踏まえまして、まずイベント開催の制限緩和について取り扱いを変更いたします。具体的には5000人を超え、かつ収容率 50% を超えるイベントについて、イベント開催時に必要な感染防止策を着実に実行するための感染防止安全計画をご提出いただくことで、大声なしを前提に人数の制限を行わないことといたします。11月25日からこの感染防止安全計画の受付を開始をさせていただきますので、詳細につきましては道のホームページをご確認いただければというふうに思います。また飲食では国の基本的対処方針で認証店については、感染拡大した場合における営業の時間や酒類の提供の制限、こちらが緩和をされることと示されました。
認証を取得していない場合、これらの制限緩和のメリットを受けられないということから、多くの飲食店の方々に認証申請をしていただければと思います。道では今後とも市町村や関係機関とも連携をしながら、飲食店の方々からの申請に向けまして、普及啓発促進、これを図ってまいります。さらに基本的対処方針を踏まえまして、道の警戒ステージについても速やかに見直しについて検討を進めていくこととします。基本的対処方針では、このちょっと字が細かくて、見にくいかもしれませんけれども、レベル0からですね、4までの5段階あるんですけれども、このレベル3になりますと、緊急事態措置、まん延防止等重点措置、この、レベル2の、この部分でもまん延防止等重点措置、これが入っているんですけれども、こういう適用されるレベルが書いてあるんですが、その適用の考え方ですね、これが明確になっていないという状況があります。またこれ例えばなんですけども、このレベル3に至らないとですね、この緊急事態宣言だとかまん延防止等重点措置、これができないですよという形にもなるわけですけども、例えばこの先手ということで、いろんなことを考えたときに、この極端に言えばこのレベル1とかですね、そういう状況のときには、例えば顕著な感染拡大、そういうものが見られる場合に、営業時間の短縮のこの協力いただく要請とかですね、そういったことができるのかどうか、こういったものも示されてません。またこのレベル2、このレベル2ですね、これは都道府県ごとに決めてくださいということになってます。この、レベル2の水準の目安ですね、ここの指標のこの考え方ですね。そしてレベル0というのと1っていうのと2ってこれあるんですけども、基本的にこの措置内容が、例えば人々が感染リスクの高い行動を回避するように呼びかけって、これ当たり前のことが書いてあるんですけども、こういう0から2の、こういった意義ですね、こういったことなど、ちょっと具体的なレベル運用の、国としての考え方、これ47都道府県全然バラ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 ってこう、やるっていうことが本当に望ましいのかどうかということも踏まえてですね、これは考え方について、私はこの全国的な対策の統一性っていうのが必要なんじゃないかなというふうに思ってますんで、この点については、例えばこの ありましたよね、この緊急事態措置だとかまん延防止等重点措置の適用までこの、いろんな県がこのまん延防止等重点措置にしてくださいということをお願いしてから、こういろいろ時間がかかったりとかしましたけども、結局、これぐらいレベルにはこれぐらいだなってことで各都道府県決めていても、いざ国に対してお願いしたら、いやそれだったら対象になりませんよとかですね、それではまだ早いですよとかですね、そういうことになってしまいますと、結局いろいろ書いてあるけど対策が打てないっていう状況にもなってきますので、やはりこれは、統一的な観点を踏まえて、国として示してもらう必要があるんだろうというふうに思ってます。私はこう思ってるんですけども、他の知事がどう思ってるかっていうのもあるんですが、この全国知事会っていうのがありますんで、そういったところとも連携をしながら、やっぱりこの国に疑問点は確認をしながら、このステージ、警戒ステージ、これを見直していくということが必要かなというふうに思ってます。そして最後にワクチンです。これもちょっといろいろ分かんないことがあるんですが、ワクチンの接種ですけども、2回目接種完了から原則8ヶ月以上が経過した18歳以上の方を対象として、12月から順次3回目の接種を開始するということです。で、円滑にワクチン接種、これが進むように当然引き続き市町村の支援、これを北海道として行ってきます。
ただですね、この国の方が地域の感染状況などによって、例外的に6ヶ月以上での接種も可能となる場合があるというふうにされておりますけども、これはどのような場合に前倒しができるのかということがちょっと明確ではないと、まあ、原則8ヶ月以上が経過したということは明らかになったんですけども、この6ヶ月以上での接種が可能となる場合っていうのはどんな場合なのかということが分かりませんということがありますので、まあ、これは市町村などに誤解が生じかねないという状況がありますので、まあ、これはこの点についてもですね、今週末全国知事会あると思いますので、まあ、これは多分他の知事も同じなんじゃないかなと思いますので、この具体的な手続きですとか基準だとか、そういったものを示してもらうということを求める必要があるかなと思ってます。皆様の大変なご理解ご協力によって感染状況を大きく改善をしてきたわけでございますけれども、先ほど冒頭ご説明した旭川市、札幌市での感染、まあ、この継続などございます。まあ、引き続き警戒が必要な状況だと考えています。さらに屋内での活動、まあ、時期的に増えてきます。忘年会、そしてクリスマスということなど、まあ、恒例の行事、まあ、こういったものもこれから出てきます。社会経済活動活発になってきます。引き続き皆様には基本的な感染防止行動、まあ、これを実践をしていただいて、引き続きのご理解とご協力をお願いいたします。そして話題の2つ目です。これ皆様に資料をお配りしていると思うんですけども、まあ、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた道内の生産者の皆さん、そして飲食店の皆さんなど、まあ、応援をするということで、まあ、今こそ食べよう北海道ということでキャンペーンをします。これを説明させていただきます。これまでの日常の部分が段階的にこの戻りつつある中で、これから年末年始などを迎えます。消費が段階的に盛り上がっていくという今こそ、私たち道民一人一人が一品でも多くの道産食品、まあ、これを選んでいただいて、そしてみんなで食べて、今大変な状況にある生産者の方、そして飲食店の皆さん、そういった方々などを応援しようという趣旨です。どうか率先をして今こそ食べよう北海道というキャンペーンを展開をさせていただいて、来年の2月まで、まあ、これをやっていきたいというふうに思ってます。具体的な取り組みは皆様のお手元に資料をお配りさせていただいてますけども、もう早速始まってますが、百貨店、道内の百貨店でプレミアム付き商品券、これが利用できる北海道物産展、まあ、展開させていただいてます。まあ、いろいろ年末、お世話になった方々に、まあ、お歳暮などを送るということもあると思います。今までは他の県のものを例えば送ってたということであれば、今回に限ってはなんとか道産のものを選んでいただいてですね、送っていただく、まあ、例えばそれを、買っていただく際にはこういったプレミアム付きの商品券の利用ができますから、割引を受けていただいてそれを送っていただく、また先日北海道の酒アワード2021ってことで初めてこれやらせていただきましたけども、まあ、こういったアワードの受賞をしたお酒、まあ、こういったものも販売をさせていただき、また道が認定した北の恵み愛食レストランというのがあります。この道産のものを使っているそういった飲食店ですけども、こういったこだわりの料理の提供、皆さん、まあ、そういった道産のですね、例えばレストラン飲食店行った時にメニューをご覧いただいて、まあ、そういった道産の食材が使われているものがメニューの中にあれば、まあ、今はそういうものをぜひ選んでいただきたいということ、またさっきのデパートだけじゃなくてスーパーとかもですね、日常的な買い物あると思います。まあ、今商品手に取っていただいて、例えば道産のものと他の県のものがあったらですね、今は道産のものを買っていただきたいと、まあ、そういうことです。また旅行事業者の通算サイト、まあ、こういったところに道庁の若手職員が
厳選した水産物のフェアの開催だったり、またどさんこプラザがありますけども、まあ、こういったところで漁協がおすすめをする水産物、まあ、これを一堂に集めまして、職員が店頭に立って、直接売り込みをさせていただく、まあ、こういったですね、キャンペーン、まあ、これをさまざまな形で展開をして、今こそ食べよう北海道ということで、皆さんと協力をしてこの厳しい状況を乗り越えていきたいというふうに思います。道民の皆様へのこの情報発信ですけども、まあ、いろいろ各種媒体で積極的に道としてこの今こそ食べよう北海道を PR していくんですけども、この道民の皆様にもこの美味しい道産のさまざまな食、まあ、これをですね、このハッシュタグ今こそ食べよう北海道ってことで、まあ、このロゴも作りましたけども、まあ、例えば SNS とかでですね、このハッシュタグを使って、ぜひ、投稿していただいて、美味しく味わっていただいたそういった感想なども添えて発信をしていただいて、北海道全体でこのキャンペーンを展開していきたいというふうに思ってますので、ぜひ道民の皆様にご協力お力添えいただければと思ってます。そして今日マスコミの皆様にも資料を配らせていただきましたけれども、ぜひですね、こういった厳しい状況にございますけれども、キャンペーンの趣旨などにご理解ご協力いただければ大変嬉しく思います。改めてでありますが、これから年末年始迎えます。消費が通常であれば盛り上がる状況になります。今こそ私たち道民一人一人が一品でも多くの道産のそういった食品、まあ、こういったものを選んでみんなで美味しくいただいて、そして生産者の皆さん、そして飲食店など応援をしようということでありますので、ぜひ皆さんご協力いただければと思います。私からの話題は以上であります。それではまず、ただいまお話ししました話題に応じ、新型コロナウイルス対策に関するご質問からお受けしたいと存じます。ご発言のある方は挙手をお願いいたします。北海道新聞藤本さん。北海道新聞の藤本です。よろしくお願いいたします。行動制限の緩和の部分についてお伺いします。政府は今月の下旬以降にその行動制限の緩和についても適用するという方針のようなんですが、道内でもその先ほどご説明あったようなそのイベントの上限付き その上限撤廃などですね、そういった緩和策は道内でも今月中に講じられるという認識でよろしいのか、まあ、もしそうであれば、その具体的な日程などもお持ちであれば、それらも含めてお聞かせください。はい、まあ、これは先ほど説明させていただきましたけれども、5000人を超えるかつ収容率 50% を超えるイベントですから、結構かなり大きなイベントになりますけれども、まあ、そういうイベントにつきましては11月の25日にその先ほど申し上げた感染防止安全計画、まあ、これを提出をしていただきまして、これ都道府県に出していただく形になりますので、所定の様式がこれから示されていきますので、まあ、その確認をさせていただいた上で実施をしていくという形になります。ですから、まあ、そう考えると、基本的には、25日から申請を受けるわけですから、基本的には早くても、12月とか、そういう状況になるんではないかなと思っています。これは国全体で受付を25日からこれやってほしいということで言われてますから、そういう意味では基本的には全国で25日から受け付けるという形になるというふうに思っています。わかりました。あと関連で、感染状況なんですけれども、その旭川市など先ほど、これもご説明あったんですが、感染の拡大の懸念が出てきております。はい。飲食店の認証制度の登録もですね、まだその道内全体の3割程度ということで、その第6波への備えがまだ十分進んでないんではないかという、その指摘もあるわけなんですけれども、今後その感染再拡大を想定した準備をどう加速させていくお考えなのか、お聞かせください。はい。これは第三者認証についても、今後の基本的対処方針の見直しなどによっては感染拡大時における、そういった飲食店に求められる、認証店を取っているところと取ってないところでの差が設けられる可能性があるので、
認証のお取得をご検討いただきたいということで、今までお話をしてきましたけども、今回の基本的対処方針の見直しで、明確にそこが記載される形になりましたので、今直ちにまん延防止等重点措置ですとか緊急事態措置、こういうものが出てくるという状況には今はない状況ですし、それを避けるということを当然やっていくわけですけども、そういったことも示された中でですね、ぜひ各飲食店の皆さんにご検討いただきたいと思いますし、で今日、そこら辺が決まるという状況ですから、 そもそもその内容知らないよということですと、申請をするということにもつながらないということはあると思いますので、今基本的には全てのそういった飲食店、また団体に再度こういう状況変更がありますので、ぜひご申請いただきたいんですということで、もうこれ速やかにやっていきます。また第6波に向けた備え、これは各県域ごとの医療機関などと、そういったベッドや訪問診療のあり方ですとか、各検査、こういったものは計画に沿って進めてます。今月の末までにはそこら辺をお示ししたいというふうに思ってますので、こういった備えを万全にしていきたいというふうに思ってます。他にご質問ございますでしょうか。はい、読売新聞井上さん。読売新聞井上です。すみません、新たなレベル分類について関連してお伺いします。先ほどから、知事はこのレベル分類がもう少し分かりやすいものを、全国統一的にはっきりしたものになる必要があるということをおっしゃっていると思うんですけども、その一方でその、警戒ステージの見直しは速やかに行うということで、今後その、レベル分類ではその今までの警戒ステージのように数字でですね、明確にしたりとか、そういうことが必要になるというご認識かと思うんですけども、それまではこの道の警戒ステージも残しつつ、その参考にしつつ対策を打っていくということでよろしいんでしょうか。そうですね、このさっき言いましたけど、このレベル3については、特にこの緊急事態措置ですとか、まん延防止等重点措置、ここの部分っていうのが結局、今までもそうなんですけども、各都道府県サイドからすれば、まん延防止にしてほしいということでお願いをするんだけども、国としてはそこに当たるかどうかっていうことで、いろいろ、止まってしまったりだとか、そういうことがありました。ですので、この点については、少なくとも国としてどれぐらいの、状況になるとですね、検討していくのかっていうことについては、もう少し運用の考え方、これを示していただく必要があると思ってます。というのは、法に基づいてかなりそういった飲食店もそうですし、今後、この措置の内容もですね、さらにこのレベル4になりますと、非常により、厳しいことを求めるようなことを示唆するような表現もあったりしますので、ここら辺は皆さんがですね、どういった対策になっていくのか、そしてどういう時にそこに入っていくのかっていうことをある程度こう知らないと、我々だけじゃなくていけないと思います。でこのレベル2については、各都道府県が決めていいですよというお話にもなってますので、そこは道として当然考えていきたいと思ってるんですが、ただ本当にここがみんな各都道府県バラバラで大丈夫なのかなというところがありますよね。どうしても北海道だけじゃなくて、日本って移動が自由にできるわけですし、すごくハードルが低いところと高いところが、こういろいろ各都道府県ごとに違う状況が出てきたときにですね、当然低いレベルに設定しているところっていうのは早くこっちに行きたいわけですから、で高いレベルになっているところは逆に言えばもっと低くしてほしいのにこっちに来ないよってことになっちゃうんでしょうし、ですのでそこら辺も踏まえて、ある程度の考え方や運用、こういうものを示してもらった方がいいんではないかなと思ってますので、なので全国知事会、ほとんど同じような考えを、他の知事もこの間東北知事会議とか行きましたけど、みんな持ってましたんで、そこら辺を国に求めて、できればそれを確認した上でちゃんと変更した方が私はいいなと思ってるんですけど、国が出してくるかどうかっていうのはあるんですけどね、ただ問題提起をしっかりしていかないと国からの回答もないんで、そこは統一的にこの私だけ言うんじゃなくて、全体の知事会として
言っていく、まあ、これが必要かなと思っています。ありがとうございます。他にご質問ございますでしょうか。朝日新聞加山さん。朝日新聞の加山です。あと今の質問に関連してお伺いしますが、例えばその緊急事態宣言のいやまん延防止等の重点措置の基準、例えば今まではその、人口10万人あたりの感染者数ですとかそういった基準が示されてましたけども、今後国はその医療逼迫の度合いによって判断するように指標を変えるというようなことでしたけども、例えば病床の使用率ですとかそういった宣言に移る前の具体的な基準を国に示してほしいというご認識でしょうか。病床使用率は確か出てたですよね。病床使用率は出てたと思うんです。ただ、確かレベル3 50% でしたっけ。レベル3 50% なんで、今 のワクチン接種がここまで進んでいて、病床の利用率が 50% に達してるってかなりの、おそらくそこに行き着くまでの新規感染者数が相当出てると思うんですよ。まあ、ほとんど今軽症無症状の方もともと多いですけども、さらにワクチン接種効果で重症化が抑制されたり、中等症の方も少なくなってますから、まあ、そういった中で 50% にこの到達するっていうことがなってますよね。であとそのツールエクセルですね、あれで予想ツールっていうのを使ってくださいってことで、その3週間後の状況とかを予測するっていうのがあるんですけど、まあ、そこら辺の説明も近々にあるっていう話なんですが、まあ、それが本当に有効に機能するかどうかっていうのはちょっと我々としてもまだ情報が少ないんで本当に大丈夫かなっていうのがあります。ですからそういうのも説明を受けながら確認していきたいと思ってます。まあ、例えばこの、まあ、県によってはですね、感染がもともとすごい少ないところもあるんです。本当に1人とか2人とかもう本当に感染がすごい少ないところで、一方で、北海道もそうですけども、東京とか大阪とか、まあ、そういうところっていうのは感染者数もともと多くなりやすいところ、だからそこら辺も同じそういったツールで共通のやつでやっていった時になかなか難しさ出てくるんじゃないかとか、あとはその先手先手でやっていくって考えると本当に 50% 到達っても相当厳しい状況になってるんじゃないかとか、まあ、そういうこともあるので、まあちょっとこのでさらにこの移動制限っていうのが基本的にはかけないような形になってますよね、北海日本全体の。ですから感染が、まあ、どういう日本全体の感染が一様じゃないの でさらにそういった移動を、国内での人の移動っていうのを抑制するっていう措置を仮に取っていかないということであって、またこれ対策の考え方が、まあ、ちょっと違うということにもなってくると思うんで、まあ、いろんなちょっとその運用ですよね。この、まあ、まずこの医療逼迫に重要度を置く、まあ、これ正しいと思うんですよ。で、まあ、まず叩き台がないとみんな議論にならないんで、まあ、これを示したってことは、まあ、一定の評価されるべきことだと思うんですけど、ただどうやってこれを運用するんだというところがまだわからないので、そこをちゃんと確認をして、その上で各都道府県がレベル設定をしていかないと、まあ、ちょっとこの想像でやるっていうことになかなかならないと思うんで、まあ、そこが今回重要なポイントになってくるかなと思います。でいろんな疑問を今国に項目ごとに投げてるんですけど、全国からもう問い合わせがいっぱいいっちゃってて、全然もう回答来ないんですよ。なんでこれは知事会としてちゃんと整理して、ここはこういう項目がちょっと どうなんですかとか、そういうのをやるということが大事かなと思ってますので、確か日曜日にあるんで、そこでしっかりやっていきたいというふうに思います。ありがとうございます。他にご質問ございますでしょうか。はい、スティーブイ中内さん。スティーブイ中内です。3回目接種について伺いたいんですけども、今回交差接種が認められることになりました。まずこの接種する市民側のメリットについてどのようにお考えかというところと、あとは運営する側、会場を運営する側にですね、まあ、混乱が生じないようにとは思うんですけども、今注意点であったり課題とか考えられていることあったら教えてください。はい、まあ、これ1回目2回目接種したものと違う、
まあ、ワクチン、まあ、これが まあ、ある意味では選択できるというか、まあ、選択できるかどうかについても、まあ、今各市町村において、まあ、考えを整理する、まあ、そういう必要があるというふうに思ってますが、そういう意味では接種を受けられる方としては、まあ、今まで当たり前にファイザーって形で3回目受けるということを、まあ、想定されていた上ではですね、まあ、いろんなそういった接種の可能性というのが出るというふうに思いますけども、ただまあ、ちょっとそこら辺の考え方っていうのも何て言うんでしょうか、それぞれ市町村で考えてくださいねという状況になっているっていうのが、まず課題としてあると思ってます。それとそもそもワクチンの供給、まあ、これ毎回そうなんですけども、ワクチンの供給のこの、見通しですよね。ファイザーとモデルナがどれぐらい、この、いつ入ってくるのか、まあ、最初の、部分っていうのはこれでもう出てきてるんですけど、まあ、この、12月にファイザーの、部分、まあ、これが来るということですけど、まあ、全体の量はある程度示されても、それがどういう供給スケジュールで各都道府県単位に入ってくるのか、まあ、これは明らかにしていただく必要があると思ってます。で、さらにこう医療機関側からすると、例えばですね、医療機関はファイザーなどでですね、取り扱っていた場合についてはまた違うものを同時に扱うという状況にもなりますから、まあ、そういった意味では今までの、この接種の形とまた違った対応というのを同時に行っていかなきゃいけないという部分が新たに負担になりますので、まあ、ここら辺をしっかり整理をしていく、まあ、こういう必要があるというふうに思ってます。まあ、いずれにしてもこの3回目の接種、まあ、これをしっかり皆さんに希望する方接種していただけるように、各市町村としっかり連携しながら取り組みを進めていきたいというふうに思いますけれども、まあ、各市町村も、この、とにかく毎回なんですが、国の方からの供給のスケジュール、まあ、これを、共有させてほしいということかと思ってますので、ここもしっかり国に求めていきたいと思っています。他にご質問ございますでしょうか。はい、毎日新聞の源馬さん。新聞の源馬と申します。依然として感染が続いている旭川市についてなんですけれども、まあ、先ほどの対策本部会議でも市と振興局と連携して、呼びかけを続けていくというお話がありましたけれども、まあ、16日時点で、10万人あたりの直近1週間の感染者数が、まあ、15人を超えてしまったということで、まあ、これまあ、このまま感染が落ち着けばいいんですけれども、これからまあ拡大が継続してしまった場合、どのような見通しを道としてお持ちなのか、まあ、認証制度もある中で、例えば飲食店に対してどのような働きかけをしていくのか、そのことについても教えていただければと思います。はい、まあ、今旭川市振興局、しっかり我々本庁サイドもですね、連携をさせていただいて取り組みを進めてます。繁華街における臨時の PCR 検査場、まあ、ここも検査回してます。その中での、まあ、陽性の確認もあります。またこの予約不要でですね、この臨時のワクチン接種会場、まあ、これを設置させていただいて、まあ、その予約あり、そして予約なしの方も含めて確か130人ぐらいですかね、来ていただいてます。結構そのワクチンの接種を2回終えてない方での感染確認がやっぱ8割そういう状況がありましたので、このワクチン接種の臨時の会場、これを設けました。で、予約も、いりませんよということで行わせていただいたところ、やはりニーズがあるということでご利用いただいてますので、まあ、こういったこともしっかりやっていかなきゃいけないと思ってますし、また飲食店に対しても特に、札幌また旭川については、まあ、今回の対処方針で先ほど申し上げたように認証店と、そうではないところでの、その措置の差が出ますので、まあ、こういったことも改めて周知徹底をしながら、
認証の取得、まあ、これを皆さんにお願いをしたいと思ってます。まあ、今全頭配布のフリーペーパーですとか広報車ですとか多様なそういった手段を使いまして啓発、まあ、これを強化しています。この国立感染症研究所から分析結果もいただきました。まあ、先ほど申し上げたもの、まあ、ちょっとこの場で申し上げることを詳細にできない部分もありますけれども、まあ、いろいろ状況も分かってきてますのでそういった助言もいただきながらですね、これ国立感染症研究所の方帰りましたけれども引き続き分析や情報共有をさせていただきながら対応していきたいと思ってます。感染拡大、まあ、これを抑えていく、このためにしっかり連携して取り組んでいきたいと思います。今後感染が拡大した場合にはですね、当然のことながら必要な措置、まあ、これを行っていきたいというふうに思っています。他にご質問ございますか。コロナに関してよろしいでしょうか。はい、それではここからはその他のご質問も合わせてお伺い、いたします。はい、北海道新聞の岩崎さん。北海道新聞の岩崎です。よろしくお願いします。江差高等看護学院 の、 教員の方から、生徒学生さんに対する、パワハラが確認された件についてなんですけれども、先日の記者会見では知事もですね、学生さんの救済ですとか、教員の処分、あと組織の見直し、再発防止策などについて速やかに検討するという話をされてました。現時点でまた改めてお聞きできればと思うんですが、そういったことをどのような順序で行っていくのかですとか、また新たに時期の 見通しなどがもしあればお聞かせいただければと思います。はい、まずですね、現在道では学生、そして元学生の皆さんの、意向確認、まあ、この結果を踏まえまして個別の救済策について具体的な検討を進めさせていただいています。早期にお一人お一人に対しまして、救済策の内容についてご連絡をさせていただきたいというふうに考えています。それと教員の部分ですけども、このハラスメントが確認された教員の処分ですが、第三者調査委員会の結果、調査結果、まあ、これを踏まえまして、現在関係法令に基づいて処分の検討を進めさせていただいています。この、まあ、一部教員についてですね、このハラスメントを受けた学生の皆様の心情に配慮させていただいて、まあ、今月中にですね学院外での勤務とするようにということを指示をしたところであります。現在その方向で検討を進めています。また第三者調査委員会からのご提言を踏まえまして一定期間学院長を専任配置すること、そして事務執行体制の見直しについて検討を進めています。またこれも調査委員のご協力をいただきまして来月ですね、来月には学院運営アドバイザー、これを設置をさせていただきまして外部の視点からの運営上の助言をいただきます。まあ、こういったことなどを進めまして学院運営の適正化を図りながら学生の皆様が安心して学べる場となるようにしっかりと取り組みを進めていきたいと考えています。ありがとうございます。関連してすみません追加でお願いします。今お話の中にですね、学院外の勤務に一部の教員の方についてはするという検討を進めているというお話がありました。それで教員については調査書によりますと、合計で11名というかなり多い数字でもありましてですね、それで、まあ、対象となる教員の方たちが多い中で一方で看護教員自体が採用困難職種でもあるのかなというふうに思うんですけれども、そういった意味でその今後その学院を適正に立て直していくっていう観点と、そしてその学生さんのその心情を配慮した人事の調整という部分ではどういったバランスでこう進めていくというお考えがもしあればお聞き、はい、まさに今ご質問にあった通り課題があると思ってますけども、やはりこのハラスメントを受けた学生の皆様の心情、まあ、これに配慮して一部教員についてはやはり私としては今月中にはですね学院外での勤務となるように指示をしたところであります。当然学院の運営も、まあ、学生がいますからしっかりと
を行いながら対応していきたいというふうに考えています。ありがとうございます。他にご質問ございますか。日経高橋さん。日本経済新聞の高橋です。話題変わりまして、今日メジャーリーグの大谷選手がMVP を取られたというタイミングになっています。知事 の受け止めというか、お聞かせいただければと思います。はい。大谷選手が2001年のイチロー選手以来ですよね、日本で2人目となります、メジャーリーグの MVP を、満票で受賞したということです。このメジャー4年目の今シーズン、投打の二刀流で活躍をされて、この、コロナ禍でさまざま暗いニュースなども多かったですけども、大谷選手が活躍することがですね、本当に明るい話題として皆さんに届いたということはあったんではないかなと思ってますし、またやはり5年間この日ハムで活躍された方ですから、その後メジャーに行かれているんで、やはり道民の多くがですね、そういった大谷選手頑張れということで応援をしてたと思いますし、また子どもたちにとってもですね、非常に大きな目標、そういうものとなっているのではないかというふうに思ってます。私ももう5年ぐらい前だと思いますけども、夕張の市長だった時にユニフォームの発表会見があって、その時に大谷選手と2人で日ハムのユニフォームの発表ですね、これをさせていただいたんですけども、もう身長も私と比べて20センチぐらいですかね、高いんですけど、あの時もそのステージ裏で話した時に、その当時黄色いユニフォームの発表だったんですけども、いやこの色は派手ですよねってことでこれで試合するのって結構目立ちますよねみたいな話をして、でやっぱりこの足腰っていうか下半身見た時に、そのもうユニフォーム姿でしたけども、すごくもう筋肉が発達してて、でメジャーリーグに行ってからもさらにそういった基本的な鍛錬っていうのを継続されたと思います。あの時もものすごいそういうトレーニングを積み重ねてたと思いますけど、そういったまさに才能とともにですね、日々の野球に対する情熱や努力、そういうものを積み重ねて前例のない、そういった成果を上げられたんだと思ってます。道民を代表して心からおめでとうということを申し上げたいというふうに思います。他にご質問ございますでしょうか。北海道新聞の堀田さん。北海道新聞の堀田です。話題がありまして、太平洋の赤潮について、2点伺います。明日で確認されてから2ヶ月となります。道東では今回まで水温の低さから発生しないものと考えられておりました。そこで大規模な赤潮が発生し現在も続いていることについて、想定外との声が専門家から出ておりますが、知事の受け止めを聞かせてください。もう1点、国が主体となって20億円規模の緊急対策が行われる見込みとの報道がありますが、これについても合わせて所感を伺います。はい。まさに今までにない、そういった広範にわたる赤潮、これによる被害が甚大なものが生じてます。現時点で80億円を超える、そういった被害が甚大なものになってます。特にウニの被害に関して言えば、この生産回復までやはり複数年かかるという状況もございますので、漁業経営に大きな影響が生じる、このことが強く懸念をされます。道議会、関係する市町、漁業団体、皆さんと一体となってですね、農林水産省などの関係省庁に一刻も早い原因究明と、そして漁業経営安定対策の充実強化のほか、漁業生産や経営を回復させるための支援、これを繰り返し要請をしてきたところであります。本日政府におきまして、
まあ、新たな経済対策を閣議決定するというふうに承知をしています、まあ、おそらくもう閣議あったんですかね、あの本日とお伺いしてますけれども、この赤潮対策を、この経済対策に盛り込んでほしいということを繰り返しあのお願いをしてきましたので、反映をされるかどうか注視をしているところであります、この国の補正予算、まあ、こういったものを注視をしながらですね、いずれにしてもこの被害の調査、原因究明、そして緊急的な対策、漁業経営の再建に向けた中長期的な対策、まあ、これを着実に進めた中で漁業者の皆様が安心して漁業を営むことができる、こういった環境を一日も早く、作っていきたいというふうに考えています。他にご質問ございますか。北海道新聞藤本さん。いやすいません、あの政府にあるあのちょっと話題変わるんですけども、政府によるあの18歳以下の10万円給付についてお伺いします。まあ、政府は18歳以下へのその10万円相当の給付を柱とする経済対策をまあ決定する方針なんですが、はい、まあ、ただこの中身についてですね、その給付対象がその世帯主が年収960万円未満の子ども で、まあ、例えばその世帯の合算で年収まあ1900万でもまあ給付されるケースがまあ生じると、でまあこうした点がまあ不公平だという世論の声も結構根強いんですが、まあ、そのこの政府のこの対策について知事 の、あのご所感をお願いします。まあ、与党の各党の中でも、まあ、考え方が完全にまだ一致しないところがあるのではないかというふうに思いますけども、やはり、まあ、その18歳以下の0歳から18歳までの10万円給付もそうなんですけども、やはりこのコロナの状況によって、幅広い、まあ、中小小規模事業者の皆様や子育て世代、まあ、その今のお話ですよね、また非正規の方やそういった女性やさまざまなところに、非常に厳しい状況が生じておりますので、まあ、今回の対策まだ詳細に示されてませんけども、そういった厳しい皆さんにまずはしっかり寄り添っていくこと、そしてできるだけ速やかにですね、その給付などを行っていくこと、まあ、このことがまずは大事だというふうにも思ってますし、またまずはそういった短期的な速やかな給付とともに、やはり段階的に回復していくそういう業態や、またあの子育てについてもこれ一過性の話ではないわけですよね。だからそういったあの政策全体の中でどう位置づけるかだとか、そういったことも踏まえてあの政府においてはしっかり検討する必要があるというふうに思います。まあ、ただいずれにしても厳しい状況にある方々は待ったなしですので、できるだけ早くそういった給付などを行えるような制度設計であるべきだというふうには思っています。分かりました、ありがとうございます。あのちょっとまた話題が変わって恐縮なんですが、あの、まあ、重要文化財についてなんですけれども、その、まあ、国の文化審議会がですね、あの本日あの余市の日華ウイスキー蒸留所とですね、小樽の旧三井銀行をあの重要文化財に指定するよう文科大臣に答申しました。その受け止めについてお願いします。はい、国の重要文化財ですけども、まあ、今ご質問のあったちょうど本日ですね、文化審議会において、道内では2件ということで、今ご質問のあった旧三井銀行小樽支店、それと、日華ウイスキー余市蒸留所施設、まあ、この、2件を国の重要文化財として指定するよう答申をしたということであります。旧三井銀行小樽支店はかつて北のウォール街と呼ばれた小樽市いろんな地区の姿を今に伝える銀行建築であります。また日華ウイスキー余市蒸留所施設でありますけれども、まあ、日本のウイスキーの父と呼ばれる、竹鶴正孝が創業いたしました我が国の最初期のウイスキーの蒸留施設になります。まあ、この度の答申でありますけれども、まあ、どちらの施設についても、特徴的な意匠による昭和初期の建築物が良質な状況で維持されてきた
ということの成果だと思っています。まあ、北海道どうしても、そういったあの冬場の対応などもあるわけですけども、まあ、そういった施設維持がなかなか難しいという状況もございますので、そういった関係者の皆さんの、努力、適切な保存活動はもちろんですけども、まあ、次の世代に継承していくという強い意志が実を結んだというふうに考えています。大変意義深いものだと思います。まあ、今後予定されている重要文化財の指定を契機といたしまして、道内外の多くの皆様にですね、この貴重な財産の素晴らしい価値を知っていただくということと、やはり地域の活性化ですよね、あの観光の振興、まあ、これにつながる資源ということで一層活用されていくことを期待をしております。よろしいでしょうか。他に質問ございますでしょうか。はい、知事の三谷さん。知事通信の三谷と申します。また話題変わるんですけども、国会議員に支給されるいわゆる文通費について今法改正の動きなど出てると思うんですが、知事それこそ夕張市長時代にですね、大幅な、まあ、給与カットですとかそういった状況にあったと思うんですけども、そのこうしたこう費用をめぐるですね、これまでの国の仕組みですとか今こうされている議論について知事のお考えをお聞かせください。はい、これは確か私夕張の市長時代にですね、この文書通信交通滞在費っていうこの名前の月100万円ですか、まあ、この問題ってなんかこう何年かおきにですね、問題提起されるというか、まあ、そういう形かなと思ってます。この名称を見ますと文書通信交通滞在費ですから、まあ、そういったものに使われるような、まあ、ものなんだろうということなんですが、まあ、領収書とかそういうのもいらないよってことで、まあ、そういう意味では自由に使えるという状況なんだと思います。ですから、まあ、これ本来、まあ、ある意味第二の報酬っていうか、まあ、そういうふうにも言われてますけども、まあ、報酬が適切じゃないのか、それとも経費として使うってことであれば、まあ、当然その使った経費っていうのはみんなが見えるようにして、まあ、その使わなかったものは使いませんでしたってことでやるとすごく分かりやすい話なんじゃないかなと思いますし、まあ、そうじゃなくて第二の報酬なんだってことで、まあ、報酬を上げてほしいんだってことであれば、まあ、ちゃんと報酬を上げるっていう議論をして国民の皆さんにしっかりお話をして、国会議員の報酬少ないから上げた方がいいんじゃないかって声が国民から多かったら、まあ、それは認められるんでしょうし、またいや国会議員の報酬を、むしろもっと少なくていいんじゃないかということであればなかなかそれは認められないんだと思いますし、ですから今の文書通信交通滞在費っていう名目であれば、まあ、そういう使う使途っていう方向性が定まってるわけですから、まあ、そこをしっかりお示しをして、まあ、使わなかったってことであれば、まあ、戻すとか、まあ、そういうのがまあ一般常識的な、まあ、価値観なんじゃないかなと思ってます。まあ、今回1日だけで100万円っていうのが話題になってますけど、まあ、それも、まあ、今までもあったわけですよね。極端に言えばその、何日だろうが今まで日割り計算とか全くしないわけですから、ですから今回極端に1日だったんでみんながわーってなっただけで、ですからそういった今まで何回もこう言われてきた問題っていうのを、まあ、この際、国会議員の皆さん、国民も含めて議論をして、まあ、方向性出すっていうのが大事なんじゃないかなというふうには思ってます。まあ、やはり今どの財政も厳しいですけども、私も給料やボーナス退職金、まあ、これ全部 30% カットして全国最低水準の報酬で知事を皆さんのご理解を得てさせていただいてますけども、やはり政治家自らがそういった自らを律するというか、まあ、そういうことっていうのは重要だというふうに思って、まあ、仕事してきましたんで、まあ、そういう価値観からすればそういった議論っていうのが必要なんじゃないかなというふうに私個人としては思います。他にご質問ございますでしょうか。よろしいですか。はい、それでは以上で本日の定例記者会見を終了させていただきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。